ようこそのお運びでございます。今度はまたこんな汚い顔を目にかけることになりまして、まあ、これも浮世の義理で仕方なしに出てくるようなわけで、まあ、まあしばらくの間お付き合いのほどお願い申し上げますが、まあこんだけ行さんこの落語を聞いて楽しもうというお方が来てくれはる、これはありがたいことで、お客様方の方はこのお聞きになる楽しみがおありでしたろうけども、手前どもの方はやっぱりこのやる楽しみというのはありまして、あ、まあどういう楽しみかと言いますと、お客様方のお顔の色を見たりしてから、はは、今日はこういうネタをやりゃお客さんの気に入るやろか、こういうネタを持って出るとお客さんが喜んでくれはるやろかと、こう探り探りやる、この楽しみですな。ところが今日はもう初めからこの兆候を書いてなもんで、ネタが決められてましてね、だからこの探る楽しみがおまへんのでね、その楽しみの分だけがとこおもろないなと私は思うとるんですけども、まあ、とりあえずのところはおしゃべりをさせていただきますが、もう落語には大概おなじみのやつが出てまいりまして、おい何してんねんそこで、あれ今何してんねんなそこで立ってんねん。しょうがれやっちゃな。立ってんな、分かってるがな。立ってないしてんねん、ちゅうてんねん。立ってんねん。よ、そんな頼りないこと言うとるな、ほんまに。若い者が道の真ん中へ立ってぼーっとすなよ、みっともない。元気出せ、元気。いっぱい飲ましたろ。何を。そっか、お前は。いっぱい飲ましたろっちゅって誰が 水飲ますかよ、酒飲ましたろっちゅうねん、酒ありがたいな。ほいでお前銭持ってんの、何もあるかい、そんならあかんやないけど、銭がなかったら酒が飲めるかい、任しとけって、心配すんな、俺はお前いつかってあてのないこと言うた試しないやろお前、俺みてえに言わんこっちゃないや、向こうから酒と魚が転んでいった、どこに下見たかってわかるかいな、そう今あの八百屋の角へ立って喋ってるおっさんおるやろ、あの人や、知ってるか、知らん、あっさり嫌がったな、知らんってな、お前この町内に住んでてあの人知らない、お前大阪に住んでてお城知らんようなもんやで、またあの人お城の人か、何を言うのかそやないがな、それほどこの町内では名高い人やちゅうねん、割り際の屋さんちゅうのあの人や、ああ聞いてる聞いてる、わわ割り際の親さんちゅうのあの人か、そうや、別名な道蘭の康介ちゅうあだ名のある人や、道蘭の康介、なんでそんなけたいなこと言うねん、あそれ言われが、見てみ、あのおっさんの腰大きな道蘭ぶら下がってるやろな、あの中に銭がいっぱい詰まったんねん、いつもあの道蘭下げて歩いてるさかいに、それがあだ名になってやる道蘭の康介ちゅうねん、やばい人やで、あの人は何でも話に聞くとな、若い自分に、徳島の人はいやそうなけどな、若い自分にこっちに出てくる時に天秤棒の先にお前天保線1枚くくりつけて出てきたっちゅうねん、それから一生懸命働いてあの通りの寝台ぐっすり残して養生金に譲って今では楽隠居や、その日その日のお前小遣いは使い放題、毎日話してブラブラしてたらいいねん、結構な身分の人やがな、へえ結構やな、やっぱりねえな、わいらもこの同じ人間やから、やっぱりこう一生懸命若い自分に働いて、で後譲って話してブラブラしてたいもんやな、そらそうや、まあな誰かってそう思うねんけど、世の中っちゅうのはそうはいかんもんや、ああそうやろな、けど何やろな、ああそないしてこう一生懸命若い自分から脇身も振らんと一生懸命働いたちゅうのやったら、何何にもその趣味や楽しみってのはないねやろな、よう言うた、それがあんねん、あるかそんな人でも、何やろ、やっぱり一生懸命働いてほっと銭ができたらやっぱり楽しみちゅうのはおなおか、なかなかそんなもんやないな、あほだほだ酒か、いやそんなもんやないな、ほうほだ宅地かい、いやいや違うわな、何やねん喧嘩や、喧嘩はあ人は見かけによらんもんやな、おい あんなお前背の低い一日くりのおっさんが喧嘩すんの、いやあのおっさんはせえへんわいな、人の喧嘩してる中へバーッと割って入ってな、喧嘩を収めてで仲直りさせていっぱい飲まそうちゅうのがあのおっさんの趣味や、
結構な趣味やな。あらまあ結構といや結構やな。あらまあどんな喧嘩しててもあのおっさん喧嘩と見たら中へ割って入るな。ベーッと中へ割って入って、待て、この喧嘩俺が預かった、お前ら俺誰が知ってるか、はあ悪気あのおやっさんでしたろ、おお俺の顔知っててくれたか、まあ悪いようにはせん、こっちに出てこいちゅうて、ほんでお前料理屋引っ張って行って仲直りさして、ちゃんとするちゅうな。へえ、どんな喧嘩か。どんな喧嘩でもやるな。あんなもんこないだなんだな、子供が喧嘩してる中に飛び込んで入って、待て、お前ら子供だったら喧嘩すな、俺の顔知ってるか、あんた割り切れのおやさんでしたろ、お子供でもワイの顔知っててくれたか、嬉しいやっちゃこっち来い、お前ら子供やさかい、まあ酒はよう飲まんよってな、まあこっち来い、どこ行くね、思ったらまんじゅうへ引っ張って行って、まんじゅうさあ食え、やれ食え、ぎょうさん食わしてな、ほんでお前竹の皮に包まして別に、あこれ持って帰れ、おこれから二度と喧嘩すんねやないぞ、ええか、じゃあ分かったな、ちゅうて喜んでるようなおやさんや。へえ、世の中には既得な人もおるもんやな。そうやがな、あらおめえそれどころやないで、犬が喧嘩してても飛び込んで、犬はそうやがな、犬はガンガンガーと噛み合いしてるとこに、こら待て、犬だったら喧嘩すな、お前ら俺の顔知ってるか、犬が割り切れのおやさんでしゃろ、言うか、んなこと言うかいな、犬やもうないよ、うーっちゅうてうなっとるがな、おお、うなったとこ見たら俺の顔知ってくれてんねんな、うれしいっちゃこっちかい、お前ら犬やさかい酒酔うのまんよってな、こっち来い、どこ引っ張ってくな、また犬の首ゾロゾロ引っ張っていっては、ニューラへ連れて行きよって、生物資をさあ食え、やれ食え、ぐーっすり食わしよった、もうさすがの犬ももう食えんさかい、ぐーっちゅうてへたばっとる、これを見て、あ二度と喧嘩すなよ、ええか、あーおとなしい人だよちゅうて喜んでるおっさんや。へえ、なるほど、変わった趣味もあるもんやな。そうや、せやさかいに酒と魚が転がんできたちゅうのはここのこっちゃ、あお前とはいとここでな会いたい喧嘩しよう、ええか、あのおっさんのこっちゃきっとベーっとくるに違いないわ、あでお前は俺の顔知ってるか、悪気はなおっさんでしたら、よし悪いお兄さんこっち来いちゅうて料理屋引っ張っていっていっぱい飲ましてもらおうという段取りや、でやるか、やろやろやろ、こんな大きな声出すな、お聞こえるがな、よし、そうと決まったらな、 お前と俺と喧嘩しよう、ええか、でな、 お前俺にボーンと当たってこい、ええか、で俺がこらなさらずね、人に行き当たるやがって、向こう見て歩け、このドホーとこういうさかいな、でお前よそやな、ちょっとなめたれ、ええか、そうそう、ポン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 、いいなはなんでもよろしいや、おおまへんかいな、当たったまあ、ご互いでしたろうとこう言え、あ何当たったまごたがいや、このなきゃ生たるべっかなっちゅうならら、ボーンと横面張るさかいお前がその手で大きな手やで、それいたかろうな、それでどつかれたら、けどまあまあさ、いっぱい飲めんねん、だからさ一つぐらいどつかれるのに辛抱するけどな、へえ、どっちどつくねん、あのどっちどつけ、分かるかい、であのな、なるべくやったら、あの こっちどつかれるようにして、こっちどついて、なんでさ、ほれここにあの電ボできてるやろ、これがもう潰れかけて糸ってしゃあないな、だからなるべくこっち叩いて、ああよしよし、ほんならそっち叩くようにしたのさがええか、ほたお前がそんな無茶な乱暴なことしゃあんでよろしや、お前変かいな、ちょっと俺にガーッと組みついてこい、ええか、ほた俺がバーンと足払って、お前がドレーと倒れたとこな、首筋で掴んでドラドラドラと引っ張っていって、向こうの正面たのへジャーブジャーブやめとくわ、俺やめさせてもらう、別にわいそないまでしてわい酒飲みたいことない、まあ、そないもせえへんわいな、そこまで口のおやさん来んねや、ええか、俺俺来た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 、早さ早く早く、どこ行く、どこ行くねあれが、俺とか当たってこいちゅうねん、ああ当たるのな、うん、ほな行くで行くでって言うてるうちに、こんなら早く来い、よっしゃよっしゃと痛い、こんなきゃうんまりきつと当たりやがった、ほんとこのなきゃわら、お前とこの隣が何なんで当たりやがって、うん、なんでって お前が当たりちゅうさん、こんなにこのなきゃドッキョロの痛い痛い痛いな、もうこっちどついたわ、あかんきて
貧乏が潰れてやらぬ潰れた痛い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 何をすんねんえこ痛いつるほんまの喧嘩喧嘩ならお前らに負けへんぞこのガキはさあ来いとうとう喧嘩がほんまものになりよったあこれを見た悪い気のやさがおいちょっと待て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 こら、ま、待てほらきょっぱりもうけい若いもんが道の真ん中で大きな声でギャ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 と、ま、待てちょ待て任せ俺にまにまくギャ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 とまにちょっと待てちゅうねんあ悪い気のおやさんでんなおお前ら俺の顔知っててくれたんだい知ってなんねお知ってたらちょうど幸いやあんこの喧嘩俺に任すかまあ任します任しますけどおやさん言うとみますなんじゃいやあのこの喧嘩の普通の喧嘩やまへんで当たり前やないかい普通なら喧嘩にならんやろあでもかんねえわんねえけどねこの喧嘩大体あの上等の方になってますので何を昔言うとかね喧嘩に上等も中等もあるかい、うん、よしわしに任すにやったらいいわほらそっちのやつええいやないがなみっともない若いもんがなくないギャー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 とあれ俺に任すのかいこの喧嘩任します任しますけどもやっさ一杯飲ましとくのあるかなんちゅう声出しとんねんああ一杯でも二杯でも飲ましとるわよしだからこの喧嘩俺に任すねなよしお前ら俺についてこいええかあにもわしがちょっと目離したらみんなあっちで来ても喧嘩しやがってからほ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 ら後ろでぼしゃぼしゃ話すな今喧嘩しててんやろ仲よぼしゃぼしゃしゃべってまだ仲直りすんでやろあんなほらけったなきゃなあちょっと邪魔するでお越しやすお2階空いてるかえどうぞ2階へおあこっち来いおい座るそこへあああのな手叩いたほらああのこっち運んできてもらってえいつもの通りでさかいうんそうやな、まあ、調子いい日本ほどとなそれからまあ何でもええわ小鉢でも見つくろうてなあで手叩いたらこっち運んできてええかうんあそこへ座れええ若いもんが道の真ん中でみっともないギャー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 と大きな声出して、うん、しかしまあ俺が通り合わせた方がええもんのやほっといてみようどんなことになってるか分からへん、うん、しかしまあまあ俺が口聞いたからには悪いようにせんわいしかしわしもええ年してな人の喧嘩を収めるとなったら訳が分からんことにはできんわいな。ちょっとその今日の喧嘩の起こりを一品聞かせてくれへえ何をですいや何をですやあれへんがその今日の喧嘩のことの起こりを聞かせてちゅうにええことの起こりに別にあのことの起こりは何もない何にものうて喧嘩になるかいあは言い渋ってるとこ見たら我にだいぶ分がないと見えるなよしほらそっちの下手おいあれじゃんあれからいいでさてねはいはいほら言いますけどねいやあのこれの言う通りでね初めは何にもなかったんで、ね、私立ってたんでねほんだこれがねあの おいで私がお前何してんねんで私立ってんねん立ってんのは分かってるが立ってないしてんねん立ってんねんよそんな耐えれないこと言うとるなえなこと言うとるさか喧嘩になんねやそれからさあで元気出せいっぱい飲ましたのか何を酒やがら銭あんのかい何があるかいなかったら飲まれへんがな酒と魚が転んできた。どこにいな。では言うて、でんねん。なわからんな、俺の言うとることは。しかし、なんやへんけど、さっきから言うてんのに、酒ちゅうことだけわかってるわ。いやいや、もう、聞こえん、聞こえん。くどけど聞いたかってしゃあない。どうせお前らのこっちゃ、酒一緒に飲んで、後の割り前がどうのこうの言うねやろ。いやいや、もう聞こえん。よし、わかった。
ああ、来たか。ああ、こっちこっち、ここ、そこ置いといて。ああ、はい。さあ。おっ、取れ。あ、受け取るんかい。いえ、あ、さよ。いえ、いえ、いえ、まだまだ、いただけ。さあ、出せ。飲め。ひ、あ、これに、ひ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 、なわ、いただけ。さんここええ酒飲ましまんな。んなことはどうでもええねや。飲んだんかい。飲んだらそっち待てよ、そっち。ええか。よし。さあ、わらも飲み。ひひ、え、ほだほだ、よばい。あ、ほんに、これちょっとあんな口でやんな。んなことはどうでもええねや。さあ、それこっちかで、こっち。さあ、悪い、次悪い。おう。よしよし。あ。よし。あ、ええか。まあまあ、おらな、こういう人間やからいな。本式の手打ちの杯ごとってのは知らんけど、まあまあ喧嘩収めるならこれぐらいでいいやろ。ええか、俺が通りかかったさかい、ええもんの、うん、もうこれからしょうもない喧嘩すなよ。ほんと俺は犬さかい、ちょっとおやさん待って、それは殺生や。何を殺生や、何かい。俺の中人が気に入らんよ。せよおまへんにゃ、おやさん考えてくれやせ。あれだけの喧嘩をおやさんに、ま、任してはんねえで。それにはんな調子がんに、ほんと小鉢もんで、ああ殺生な。何を出してやすかね。飲みたけら手叩いてしたゆえ、なんぼでも持ってきおるわ。うん、勘定は俺とこへ待ってくんねえ。好きなだけ飲んだらいいねえ。早かへえ、ほらほら、そうさせてもらえ。おやさんでいいわ。へえへえ、おきに、ほらさん、おきに、ほら遠慮なしに呼ばれな。あ、おやさん、いにしらにちょっと土産物持って、どこまで扱わしねえな。まあまあ何でもええ、持って帰れ。ええか、よっしゃ。なら俺下へ言うとくさかいな。あ、あのな、上あのまま置いとくさかい。あ、で飲みたいだけ飲ましたって、運んだってくれたらええさかいな。うん、それから、あ、つけやいつものように、いや、うち回しといてくれたらわしまた、あ、それからな、上でまた飲んでるうちにごちゃごちゃ揉め出したら、じきわしとこに知らして、ああすぐ取ってくるさかい。ええか、いやいや、もう揉めるようなことはないさかい。ええか、はい、ごめん。しかしな、俺の顔もだいぶ売れてきたな。ダーッと飛んで入ったら何にも言わんのに、悪いっきゃのおやっさんでしたな、来たな。しかしまあ考えたら、あれぐらいの喧嘩では気がいかんな。もっとこうドス抜いてバサバサってやりを取るとかへダーッと割って入ってな、でもちんへゴシャーッと傷でも受けて、三日月のおやっさんとか向こう人のおやっさんとか言って言われてみたいもんやな、ほんまに。キャーだろ。しかしこの頃はあんまり喧嘩もさらさんな、暇でしゃあないな。悪気のおやっさん。おお、立つやないかい。どないしてん。あんた喧嘩探して歩いてないのか。何も昔から言うか、誰が喧嘩みたいなの探して歩くかい。向こうのね、辻で若い者が行さん寄ってますぜ。喧嘩してるか。いや、せえへんさかい、銭やって刺したらどうだんで。何を昔から言うかな、おろし。誰が銭やって人の喧嘩してるやつか。ほんまにブツ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 ぼやきながら横町を曲がりますと、上林の稽古屋さん、表には黒山のように人がたがっておりまして、中では上林の稽古の真っ最中で、さあ今度はあんたですね。え、あんたの番です。あ、ここへなはれ。あんたは何を稽古してなってない。おっしゃ、わてね、帯屋でんねん。あ、帯屋でか。あ、そうでしたな、あんたは帯屋でしたか。そうすると、あ、もうだいぶ上がってまんねな。今日はな、糸にはかけしまへん。口上げ出したかいな。よろしいか。あ、うちで稽古してきなはったかいな。あ、さようか。ほならやってみなはれ。そう、柳の馬場押小路ちゅうとこ、あそこですね。そうやってみなはれ。ほなやらしてもらえ。柳の馬場でんな。はい。柳の馬場押しこかし。ちょっと待ちな、あれ、これ柳の馬場押しこかしてどないしまんねんな。柳の馬場押しこじだんがな。
ああ、そうですか。それで、いや、柳の馬を押したおし、もうちょっと待ちなあれ、これ。何を言うてなはんねん、さっきから。そんなのあんた口上げも何もなったらしまへんがな。何べん稽古してなはんねん、あんたこれを。もうずいぶん前から稽古してなはるやろがな。ほんまに、ま、ほんならな、もう、私がいっぺんやりますさかいな。あんたそこで聞いてなはれや。よろしか。やりますし、しっかり聞いてなはれや。よろしいな。 やまにのばばをしこおじしゃんのきをならべしごふくみせげんにがきないかけすりてんとらいしちょうのにしがわにあるじはおびやちょうえもんいずつにおびののれんもかけねじょさいのないにのきぬきのとりぐるしみしゅうとめにみょうむらわじとたすきがけと。 新潮のに新川にあるじはおびや長右衛門いずつに帯ののれんもかけねじょさいのないのきぬきのとりぐるしみしゅうとめにみょうらわじとたすきがけとこうやんならんかいな。 <笑>あのおっしゃらな上手にやりなるけど、またよなかなかせられる。あんたよろこんでたわ、あきまへんで。あんたがこれをやらなあきまへんねん。よっしゃ、なるね。大体私ここ嫌いだね。また始まった。あんたも私がごてごて言うたら嫌いや、嫌いや。ほな、あんた一体その、何がためにこの帯屋やりなはって。おっしゃ、実はね、私、ここ嫌いだね。このもうちょっと向こうに、あの、あの、よ、よ、嫁いじめるとこ、おましゃろ。 嫁、ああ、あの、親父はわいわいやいちゅう。ええ、そうそう。ああ、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 あ
やってみなはれ。へえ。いやいや、もう、いや、一番前やわいな。まあ、なんねん、それ。よう、そんなこと言いなはったな、ええ。好きこそものの上手。どこが上手だねん。飽きまへんか。飽き、飽くも赤もなったらしまへんが。そやろか。いや、私、家でやったとか、もうちょっとうまいことできたんで、もっぺん聞いてもらえれば、よろしか。うん。いやいや、おわいや、一やんまりじゃわいな。うん。さっきよりましだな、そうでしたろ。おやいやわいや、一やんまりじゃわいな。おやいやわいや、一やんまりじゃわいな。もうおいしい。とこ語ってはんな。嫁いじめだ。おびや。また、この、おとせ嬢が悪いやったんな。あら、悪いやってんせ。いや、わたいもな、この嬢より好きだんねんけどな。もうここを聞くと、もう、むかむかしてきまんな。嬢さん、世間に嫁いじめもあるけども、こんなえげつない嫁いじめちゅうのはおまへんで。このえげつない嫁いじめというのはこのおやすさんの耳に入ったからたまりまへん。そばへ寄ってきよって、もしあってくれた、今聞いたら何や、その嫁いじめちゅうてなかった。ほらどこでね、ああここですわ、ここでか、聞いてみなはれ。あらえげつない嫁いじめでっせ。そうか、ちょっとどいて。おやいやわいや、一やんなりじゃわいな。ほんにこらえげつないわ。こらひどいな。さて、なんだか、あんたらこんなひどいこと聞いてこれ、
何を手でゲラゲラ笑って見てなかった。不人情な人が多いな。え、誰も中へ入って止めようかっちゅう人間がおまへんのか。これだけおって、まあ、人情が薄いっちゅうのはほどがあるんだ。お前時のある時のあるよ、わた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 が中入って止めまんねえが、ガラガラガラごめん。あっ、はるこさん、おかしいやつ、みっともないやおまへんか。